ルイス・グルリットは、ホルシュタイン公国生まれのドイツの風景画家である。ホルシュタイン公国のアルトナに、金細工師の息子に生まれた。17人の兄弟がいて貧しい環境で育ったが、絵の才能は早くから認められた。1826年から、ハンブルク、アルトナで活動した画家、トゥシュから絵の教育を受け、父親の友人の画家、 版画家のゲンスラーに教えを受け、1828年からベンディクセンの弟子となった後、1832年から1834年の間は、デンマーク王立美術院に入学し、クリストファー・エカスベアや、ヨハン・ルート・ビッヒルンドの下で学んだ。1842年に当時、多くの風景画家たちが集まっていたデュッセルドルフに移り、アンドレアス・アヒエンバッハや、 カール・フェルディナンド・ゾーンといった有名な画家と交流した。その後、ヨーロッパ各地を写生旅行した。1851年からウィーンに住み、ウィーン美術協会の展示会に参加し、ウィーンの代表的な画家となった。1855年には、ハンブルクの芸術家協会の会長に任じられた。1860年に、友人の勧めとザクセン・コーブルク号をたこ エルンスと2世紀の招きで、ザクセンコーブルクゴータ広告に移り、宮殿にスタジオを作った。その後、ドレスデンやプラウエンで暮らし、ベルリンの指定グリッツで暮らした。結婚した二人の妻は創生したが、有名な作家のファニー・レバルトの妹と三度目の結婚をした。息子に、建築士屋のコーネリアス・グリッド、歌唱のフリッツ・グリッド、教育家のルートビヒ・グリッド、 古典学者のビルヘルム・グリットがいて、孫に、歌唱のヒルデブラント・グリット、音楽学者のウィリボールド・グリット、画家のコーネリア・グリットがいる。時計職人のエマニュエル・グリットと作曲家のコルネリウス・グルリットは兄弟である。ありがとうございます。